けで鼻毛の脱毛でございます。先生いつも鼻毛が出ててね、かっこ悪いからね。引っ張って抜かれるし、うん、今日はもうやっつけようと鼻毛を、ね、うん、このね、入り口のとこはね、皮膚だからね、うん、ここだけ当てれるんでね、はい、あの入ってすぐだけ一周ね、一周当てると入ってきませんので、やってみようと思います。はい、やってみます。誰かね、大丈夫よ。では柔らかにお願いします。はい、お手柔らかに頑張ります。手柔らかにお願いします。今日は剃ってこられましたか？はい、ちゃんとね、鼻毛カッターでチュイン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 してきました。チュイン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 。今日はこれを使って鼻毛をやっつけていきます。あー、そうね、ちょうど鼻の穴にぴったりなサイズだね、なんかね。そうですね、サイズ感サイズ感はね、ツボ、丁寧に優しく、丁寧に優しくお願いいたします。素早く丁寧に優しく、え素早くそれがうちのモチーフ、モットーです。そうですか。では目目つむっててくださいね。いきます。はい、せーの。あ、いや、あ、まあけど焦げ臭い匂いがやっぱちょっとするね。結構くるけど、すべてなかったんじゃないですか。なかったかな、今日。まあ我慢できることはないけど、結構けどピクッとくるね。いやー、はい、見えますか？うん、こっちは全然大丈夫だ、全く来ません。無味無臭でした。無味無臭、うん、行きます。無味無臭、あ、入ってるところ内側の方がちょっとピリッとくるね、やっぱりどうしてもね、うん、全然平気だ。もう一周しますね。もう一周すんの？二周しないといけなくて。二周ですか？うん、うん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 。もう一回、もう一周します。ああ、二周目は慣れるね。二周目はね、うん、二周目平気です。優しくしてあげてます。あ、そう、そうなんですか。うん、慣れるね。あ、ああ、こっち側はね、うん、あっち側に行くとホッとするね。ああ、いいです。大体これは何、どれぐらいに1回すればいいですか？1ヶ月に1回で、で、5回ですね。5回はい、でもなんか大体皆さん3回されるとだいぶ生えなくなる。はい、ああ、では続いて反対、お願いします。いい男になりますけ。そうだね、鼻毛出てるとねかっこ悪いからね。ちょっとね、あ、そっちが全然いいな、そっちがいいな。まあね、全然平気よ。あっく、うん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 、焦げ臭いな。匂います？鼻だからね、もろにね。もう一周、まあこれで生えてこんくなるな、いいかな。これね、女性もできますんでね、今度私もチャレンジしたいと思います。ああ、やろうやろう。実際ね、うん、まあちゃんとした医療機っていうのがいいですな。そうですね、うん、安心、安心だね。 OK。 どうでした？まあ実際ね、あ、ピリッとはしますし、体が動くし、うっとか、うわっとか言っちゃうけど、まあ我慢できんことはないかな。我慢できんことはない。次、私もやってみます。どっちかっていうと、痛みに弱い私がだいこれぐらいだから。そうだね。みんな平気かもしれない。先生、すぐ触るからね。でも、ピリッとはくる。ピリッとくる？あ、怖いね。特に最初、一周目はね。うん、1周目はまあ、基本大丈夫。あ、慣れてきてかな。慣れてきてかな。グッバイ、鼻毛。イエーイ。イエーイ。はいはい。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。 AB 先生&ヒカチャンネルでは日常の疑問にお答えしたりするつもりだったんですけど、最近は楽しく愉快な元気なことをやってます。インスタも始めたので見てください。よろしく、よろしくね。チャンネル登録、いいね、よろしく、よろしくね。